が覚めると1945年の日本だった。大丈夫か？ただの女子高生だった私を何度も何度も助けてくれた強くて優しい人。幸せの味だ。私は初めての恋をした。新しい夏ゆりかおるほか。俺を下の名前で呼んでくれないか？アキラ。おっと、抜け駆けは許さんよ佐久間。我々は特攻隊だ。数日のうちにここを飛び立つ。娘は去年の冬に生まれた。まだ会ってないけどね。会わずに出撃するんですか？体当たりするんでしょ？なんでそんなことしなきゃいけないんですか？戦争に意味があるんですか？どんな意味があるか言ってみてよ！泣かないで君よ、幸せであれ。ゆりゃー！諦め！自分はまだ死にたくない。彼女残して死ねないですよ。止めないで僕が決めたこの道。君は絶対幸せになる。これでよかったと。君の幸せだけを願っている。あの花が咲くおかげ君とまた出会えたら。